皆さんこんにちは、プッティーモンキーレンジの時間です。今回は時間ロービングについて紹介します。時間ロービングを適用すると、動きの速度を一定にしてくれるほか、支点と終点の間にあるキーフレームの時間や速度がスムーズにつながるように自動で調整してくれる機能になります。つまりモーションパスを使用した複雑な動きでも時間ロービングを活用することで一括で管理することが可能になります。言葉だけだと分かりにくい部分なので実際に見ていきます。では早速行ってみましょう。時間ロービングを有効に活用できるアニメーションはモーションパスを利用したアニメーションです。まずは円形が軌道を描いて画面の外に消えていくアニメーションを作成します。審議コンポジションを作成します。幅1920、高さ1080にし、フレームレートは30とし、デュレーションは4秒にします。では作成していきましょう。楕円形ツールに切り替えます。塗りと線はお好みで設定してください。今回は動きを確かめるためのものなので、特にこだわりはありません。ツールをダブルクリックして、円形を作成します。レイヤーを展開して、サイズを調整し、制限にしておきましょう。では、動きをつけていきます。Pを押して、1プロパテを表示し、開始フレームにキーを打っておきます。図形を動かしながら時間も進めて、モーションパスを作成していきます。画面左から入ってきて、右側に消えていくように作成します。まずは大体でいいので、パパッと移動させて動きをつけておきます。コントロール、ボルトを押しながら、パスのポイントをドラッグして、滑らかな軌道になるように調整していきます。このパスはあくまでも時間ロービングの説明用なので、そこまでこだわる必要はないです。ある程度滑らかなパスになっていれば OK です。では再生してみましょう。移動の値に対して時間がうまく噛み合っていないせいで、動きの速度がバラバラになっています。速度グラフでも確認してみましょう。速度の値がバラバラなことがわかります。このように速度がバラバラになったものを一定の速度にしてくれるのも時間ロービングの機能です。ではやってみましょう。1プロパティを選択して、すべてのキーフレームを選択状態にします。キーフレームの上で右クリックし、時間ロービングをクリックします。これで速度が一定になりました。キーフレームをよく見ると、支点と終点以外のキーフレームアイコンが丸いアイコンに変わりました。この丸いアイコンは時間ロービングを使用していることを表しています。速度グラフを見てみましょう。速度が一定に保たれていることが確認できます。時間ロービングを設定すると、支点と終点以外は時間も速度も自動で調整してくれるようになります。つまり、どれだけキーフレームがあっても、単一のグラフとしてイージング調整が可能になります。やってみましょう。開始時と終了時の速度をそれぞれ調整してみます。間にあるキーフレームは、グラフが破綻しないように自動で保管されています。支点と終点の時間を直接移動させることで、全体のアニメーションの間隔も簡単に調整可能です。モーションパスを使用した複雑な動きでも、時間ロービングを活用することで、一括で管理することが可能になります。途中で減速や加速を繰り返すような、より複雑なアニメーションでは効果を発揮できませんが、支点と終点の速度調整だけで問題のないアニメーションには有効な機能になります。今回はモーションパスの作成を、図形を直接動かして作っていきましたが、ペンツールを利用してパスを書き、そのパスをコピーして、円形の位置にペーストしてもモーションパスは作成可能です。パスをコピーして作成した場合は、最初から時間ロービングが適用されている状態になります。どちらのやり方でも問題はないですが、時間をずらして調整しながら、キーフレームを打ってモーションパスを作成する必要があるので、個人的には、あらかじめパスを書いて、
位置にコピーする方法が効率がいいと思っています。他にもパスを書いておくと、後で利用することもできるのでおすすめです。簡単ではありますが、今回は以上です。いかがだったでしょうか？時間ローミングは使用用途は限られますが、非常に便利な機能だと思います。モーションパスを使ったアニメーションに便利なので、カメラアニメーションなどにも活用できそうです。複数のキーフレーム管理に困っていた方は、ぜひ習得して活用してみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。